今、宇宙の成り立ちに関わる最大の謎を解き明かそうという実験が進められています。その謎とは、物質と対になって存在しているはずの反物質が消えてしまったことです。一対一でできたもののはずなのに、なぜ宇宙には今物質だけがあるのか。反物質とは、いわば物質を鏡に映したような存在。宇宙が誕生した時、物質と一緒に同じ数だけ作られたと考えられています。その反物質は一体どこに行ってしまったのでしょうか。その謎を解き明かすために、今研究者たちが注目しているのはニュートリノと呼ばれる素粒子です。ニュートリノのみが物質と反物質の区別がない可能性があります。またヨーロッパの研究施設では、なんと反物質の一つである反水素が実際に作られています。反物質の性質がもしかしたら物質と違うんじゃないか。反物質という摩訶不思議な世界、この宇宙から反物質が消えた謎に迫ります。夜空に輝く無数の星々、これらの星々、そしてこの広大な宇宙は全て物質でできている。もちろん地球も、そしてそこで生きる私たちも物質で作られている。この一見当たり前だと思っていたことが、実は謎に満ちた現象だということが分かってきました。物質と対になって存在しているはずの反物質がどこにも見当たらないというのです。あるはずなのに見当たらない反物質？それは一体何なのでしょうか。宇宙研究の最前線を訪ねてみました。どんな物質にもその反対の反物質っていうのがあるということが分かっています。反物質っていうのは必ず電気的な性質が反対、ただ電気的には反対ですけども、重さは全く同じ、そしてもし壊れる粒子の場合にはその寿命も全く同じだということも分かっています。反物質はイギリスの物理学者ポール・ディラックが1928年にその存在を理論的に予言し、その後の観測や実験によって実際に存在することが確かめられました。反物質とは、いわば物質を鏡に映したような存在です。一見物質とそっくりですが、帯びている電気のプラスマイナスが逆になっています。物質を形作っている原子は、プラスの電荷を持つ原子核の周りをマイナスの電荷を持つ電子が飛び回っています。一方反物質は、マイナスの電荷を持つ原子核の周りをプラスの電荷を持つ陽電子が飛び回っているのです。このように物質と反物質は電気の性質だけが反対で、あとは鏡に映したようにそっくりな存在なのです。反物質は必ず物質とペアになって生み出されると考えられています。そして物質と反物質が出会うと両方とも消滅してしまいます。物質と反物質の質量がエネルギーに変わるので、後には何も残りません。ではこの反物質の何が謎だというのでしょうか。その宇宙はビッグバンで始まった、ものすごいエネルギーの塊から今宇宙にある全てのものが出てきたというふうに考えているわけなんですけれども、エネルギーから物質ができる時というのは、物質と反物質は必ずペアでできる、そして物質と反物質が出会うとペアでまた消滅してエネルギーに変えると。ところが今の宇宙を見てみると、物質はあって我々物質できていますけれども、反物質はないわけなんです。でこれは一体どうなったのか。
一対一でできたもののはずなのに、なぜ宇宙には今物質だけがあるのか。でこれが謎です。138億年前、宇宙は巨大なエネルギーが爆発的に膨張するビッグバンによって始まりました。そして大量の物質と反物質が追生成によって同じ量だけ生み出されました。やがて宇宙が冷えていくと、物質と反物質は追消滅していきます。もし同じ量の物質と反物質が追消滅を続けていけば、最後には空っぽの宇宙になってしまうはずです。当然今あるこの世界は存在しないことになります。私たちも生まれることはありませんでした。ところが現在の宇宙には物質だけが残っています。なぜなのでしょうか。その謎を解くことは、私たちがなぜ存在しているのかを明らかにすることでもあるのです。幸い物質だけがあって反物質がないという宇宙になったおかげで、その物質からいずれは星ができて銀河ができて我々が生まれたわけなの でこれが分からないと、なぜ私たちが宇宙にいるのか、私たちどこから来たのかっていうのが分からない。研究者たちは物質だけが残った理由をこう考えています。はじめは物質と反物質は追生成によって同じ量ずつ生まれました。しかし何らかの理由で反物質の10億分の1が物質に変わるということが起きました。その結果、物質と反物質のバランスが崩れて、物質の方が少しだけ多くなりました。その後物質と反物質が追消滅で消えていきますが、増えた分の物質だけが消えずに残ったというのです。残った物質の量は初めにできた物質の量の10億分の2程度だと計算されています。物質と反物質のバランスが少しだけ崩れたことによって生まれた現在の宇宙。そのバランスの崩れは、反物質のわずか10億分の1が物質に変わることによって起きました。ではなぜそのようなことが起きたのか。研究者たちはそのためにはいくつかの条件が揃う必要があると考えています。そもそも一対一にできた物質と反物質のバランスを崩さなきゃいけないわけですから、物質と反物質を入れ替えるような反応というのがなければいけない。でもう一つは、入れ替わる反応があったとしても物質が選ばれて反物質が選ばれたわけではないわけですから、反応が一方方向に行く必要があります。つまり物質と反物質に何か本質的な違いがあるはずだ。鏡の世界のように全く同じのように見えていたわけですけれども、何かちょっと違いがあるはずだ。これが大原則の2つ目です。物質と反物質は入れ替わることができるのか。物質と反物質の間に何か本質的な違いはあるのか。今それらを確かめるための研究が進められています。ここは岐阜県神岡町にある素粒子の研究拠点。地下1000メートルに位置する鉱山の跡地に様々な実験施設が設けられています。こちらはその中の一つ、東北大学ニュートリノ科学研究センターが中心となって運用するカムランドと呼ばれる実験施設です。カムランドの今ちょうど上部にいます。上部はドーム状になってるんですけども、その天井の部分に立った形になってます。この実験施設では2011年からカムランド禅と名付けられた実験が行われています。実験の目的は、反物質の謎を解く一つ目の条件、物質と反物質は入れ替わることができるかどうかを確かめることです。実験の対象となるのは
ニュートリノと呼ばれる素粒子の仲間だといいます。ニュートリノっていうのは物質を構成する素粒子なんですけども、物質を構成する素粒子の中でニュートリノのみが物質と反物質の区別がない可能性があります。ニュートリノのマヨラナ性というふうに言うんですけども、ニュートリノがマヨラナ性を持っているのかどうかという検証を行うのがカムランド全実験です。ニュートリノは宇宙に大量に存在する電子より軽い素粒子で、地球にもたくさん降り注いでいます。電気を持っていないので他の物質や素粒子とほとんど反応しないため、何でも素通りしてしまいます。私たちの体も大量のニュートリノが通過しているといいます。そしてこのニュートリノとその反粒子である反ニュートリノが反物質の謎を解く鍵を握っていると考えられているのです。知られている物質の素粒子の中で電気を持っていない素粒子というのは実はニュートリノだけです。物質は電荷を持っていると、反物質はその反対の電荷を持っています。例えばプラスのものがマイナスに変わるってことはありえないわけですね。ですがニュートリノだけに限ってみると、ニュートリノは電荷がゼロ、反ニュートリノも電荷がマイナスゼロですからゼロ。ニュートリノに限ってはニュートリノが反ニュートリノに変わったり、反ニュートリノがニュートリノに変わったりっていうことが原理的にはあり得るだろう。ニュートリノと反ニュートリノは実は同じものではないかという仮説があります。もし両者に区別がなければ、お互いに入れ替わることができるはずです。カムランド全実験はそれを確かめる実験なのです。一体どのようにして確かめるのでしょうか。ニュートリノと反ニュートリノが同じものかどうか確かめることを目的に、2011年に開始されたカムランド全実験。一体どのような実験なのでしょうか。原子核の反応の中でちょっと変わった反応がありまして、ニュートリノを2つ同時に放出するような原子核がいます。それを二重ベータ崩壊核って言います。本来ニュートリノを2個放出するはずなんですけども、ニュートリノと反ニュートリノに区別がなければニュートリノ2つで消えてなくなってしまうことができるんですね。そこでニュートリノが出ない二重ベータ崩壊があるかどうかずっと調べています。カムランド全実験ではキセノンという原子が別の原子に変わるときに起きる二重ベータ崩壊という現象を観測します。通常の二重ベータ崩壊ではキセノン原子核の中性子2個が陽子に変化して2個の電子と2個の反ニュートリノが放出されます。しかし反ニュートリノとニュートリノが同じものであれば、どちらかがニュートリノに入れ替わって対消滅し、その結果2個の電子だけが放出されます。この反ニュートリノを出さない二重ベータ崩壊の現象を見つければ、ニュートリノと反ニュートリノが同じものだという証拠になるのです。カムランドはニュートリノを検出するための実験設備です。球形のタンクの中に大きなバルーンを吊り下げて、その中に特殊な油の液体シンチレーターを満たしています。そしてニュートリノによるわずかな反応をタンクの内側に設置した光電子増倍管という光検出器で読み取る仕組みです。カムランド全実験ではさらに小型のバルーンを吊るし、その中にキセノンガスを溶かし込んだ液体シンチレータが入れられています。キセノンの原子が二重ベータ崩壊するとシンチレータが発光し、その光を観測することで反ニュートリノが出ない二重ベータ崩壊を見つけ出そうというのです。観測するのはごく稀にしか起きない現象です。実験ではキセノンガスを大量に溶かし込んで検出の感度を高めているといいます。また液体シンチレータを徹底的にきれいにし、
世界一クリーンな環境での観測を可能にしました。まだニュートリノが出ない20ベータ崩壊は見つかっていませんが、これまでの実験でそれが起きる頻度を世界最高感度で解明することに成功しているといいます。この研究自体は世界のいろんなところで行っているわけですけども、ライバルと言われるものが5年後に目指している成果を実はすでに達成したというような状況です。今後もどん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 改良を繰り返していきまして、いち早くニュートリノが出ない20ベータ崩壊を発見したいと。一方、反物質の謎を解く2つ目の条件、物質と反物質の間に違いがあるのかを確かめようという実験も進められています。茨城県東海村にある大型加速器を備えた研究施設 J パークでは、2010年から T2K と呼ばれる実験が進められています。この実験で調べているのもニュートリノだといいます。ニュートリノと反ニュートリノで同じ性質を持っているのかどうかというのを明らかにしたいというのが T2K 実験の目的です。この実験はニュートリノ振動と呼ばれる現象を調べる実験です。ニュートリノ振動とは、ニュートリノが飛んでいくうちに別の種類のニュートリノに変わるという現象です。ニュートリノには3つの種類があり、ニュートリノ振動ではこれらがお互いに入れ替わります。 T2K 実験ではこのうちのミュー型から電子型に変わる現象に着目し、電子型に変わる確率がニュートリノと反ニュートリノで同じなのか違うのかを調べます。実験方法は東海村の J パークから岐阜県神岡町にあるスーパー神岡でと呼ばれる検出器に向けてミュー型ニュートリノを飛ばし、その間で起きる変化を観測するというものです。 J パークでは加速器を使って陽子を高速近くまで加速し、それを標的に衝突させてミュー型ニュートリノを生成。なんと 2.5 秒ごとに約730兆個のミュー型ニュートリノがスーパーカミオカンデに向けて発射されます。こうして発射されたニュートリノは295キロメートル離れたカミオカまで、なんと地下を通過して飛んでいきます。飛んできたニュートリノをキャッチする検出器スーパーカミオカンデは、カムランド実験施設と同じカミオカ鉱山跡地の地下深くにあります。 J パークから 2.5 秒ごとに発射される730兆個のニュートリノのうち約2700万個のニュートリノがここを通過する計算だといいます。検出装置は直径 39.3 メートル、高さ 41.4 メートルの水槽で、水槽の内側には1万1000本の高電子増倍管が取り付けられています。そして水槽内部は約5万トンの純水で満たされています。ニュートリノは他の粒子とほとんど反応しませんが、ごく稀に水槽内の水の分子と反応することがあります。ニュートリノが水分子中の原子と衝突すると荷電粒子が飛び出し、この時チェレンコフ光と呼ばれる光が発生します。この光を高電子増倍管で捉えるのです。 J パークから到達したニュートリノがこのスーパーカミオカンデで反応するのは1日にわずか5、6個だといいます。そうした貴重なデータを長期にわたって蓄積し分析するのです。2013年までに行った測定では、ミュー型ニュートリノが変化した電子型ニュートリノを世界で初めて検出することに成功しました。そして2014年からは反ミュー型ニュートリノを飛ばして
反電子型ニュートリノへの変化を観測する実験が行われました。ここではニュートリノを生成するという代わりに反ニュートリノを生成するということも可能 でその2つの両者の結果っていうのを違いがあるかどうかっていうのを調べることで、ニュートリノ反ニュートリノ同じ確率でニュートリノ振動するのかどうかっていうのを決めると。この実験でも反ミュー型ニュートリノから変化した反電子型ニュートリノをいくつか検出しました。そして2016年、それまでの実験データから電子型ニュートリノと反電子型ニュートリノが出現する頻度を分析した結果が報告されました。その内容はニュートリノと反ニュートリノに違いがないと仮定した場合に予想される推定値と比較して実際に観測された出現回数は電子型ニュートリノが予想より多かった反面、反電子型ニュートリノは予想より少ないというものでした。これはニュートリノと反ニュートリノの間に性質の違いがある可能性を示唆する結果だといいます。最初の結果というか途中経過なんですけども、ひょっとしたら、ニュートリノと反ニュートリノで違いがあるんじゃないかというのを期待させる結果ですね。今後どんどんデータを取らないといけないというので、励みになる結果です。素粒子ではなく原子を対象にした研究も進められています。スイスにある欧州合同原子核研究機構、通称セルンの反物質研究施設では、なんと水素の反物質である反水素原子を合成し、その性質を調べようという研究が進められています。この研究には日本のグループも参加しています。理化学研究所原子物理特別研究ユニットリーダーの山崎康則さんもその一人です。研究の目的は反水素原子と水素原子に性質の違いがあるかどうかを検証することだといいます。水素っていうのは、元素の中で一番分かってる物質の一つなんですね。で、反水素っていうのはそれの対になるもので、なおかつ多分今の我々の技術ですと作って観測することができる唯一の反物質です。で、精度高く測ろうと思うと反水素しか今のところはない。反水素は反陽子と陽電子を特殊な環境の中で混合して合成します。しかし当初は生成してもすぐに消滅して長い時間保つことができませんでした。山崎さんらの研究グループは磁気瓶という特殊な装置で反水素を生成し、磁場の中に閉じ込めることに成功しました。これまでの実験で16分以上保持するという結果を得ています。こうして長い時間保持しておくことで反水素原子の性質を詳しく調べる研究が可能になったといいます。現在山崎さんたちはより高精度な測定を行うために反水素原子をビームにして磁場の外に取り出す研究を進めています。すでに反水素原子ビームの生成には成功し、今はその強度を高めることに取り組んでいるといいます。最終的に目指しているのは本当にその水素と反水素が違うかどうか、例えば水素と反水素で違うということが分かる、どこがどういうふうに違うかが分かると、宇宙がなんで物質ばっかりかも分かるかもしれない。宇宙の始まりに物質と反物質の間で一体何が起きたのか、物質と反物質は入れ替わることができるのか、物質と反物質には何か本質的な違いがあるのか、今その問いへの答えが少しずつ導き出されようとしています。反物質が消えた理由が解き明かされる日は思ったより早くやってくるかもしれません。私たちは宇宙に住んで宇宙で暮らしているわけなので、言ってみれば自分の住処を知りたい、
自分たちそのものを知りたい。でこれは人類何千年かかってやっとそういうことが科学の力でできるようになったわけですから、ものすごく面白い時代になっていて、でこれをやらない手はないだろう。今私たちがここにいる理由、そんな素朴な疑問への答えが、反物質の研究から見えてくるのです。